今日は少し遅く起きました。いつもはティーちゃんが起こしに来てくれるんですけど、ティギー今日は待ちくたびれていたようです。ティギーちゃんとレオくんがいます。サーファー、おはよう。と言ってくれるようになりました。レモン、おはよう。おはようございます。おはようございます。グッモーニー、おはよう。必ずティーちゃんが来るんだね。ちょっと待ってね。沖縄インコは朝ほぼ一箇所に落とし物をまとめてしてくれるので、お掃除がとても楽です。お水のミストと水だけを使ったウェットティッシュできれいにします。ちゃん、ちゃんちゃんだよ。ティギーちゃんはずっと追いかけ回してくる甘えん坊さんです。きれいにして、水できれいになります。私は髪など何も敷かないで、汚れたらすぐにウェットティッシュで拭き取るようにしています。おはよう、サファ、おはよう。グッモーニー。グッモーニー、おはようは、おはようって言って、おはよう、おはようって言ってくれないの。おはよう。カメラにちょっと緊張気味のサファイア君。暖かいね、こんな顔。よかったね。かわいいかわいい、かわいいかわいい。ご飯食べて、おじゅうし食べて。お水キレキレしようね。ご飯をお水に浸して食べたりするので水が結構汚れます。1日3回くらいは交換しています。残ったご飯はすべて捨てて新しいものと交換します。お水だよ。ご飯持ってこようね。ちょっと待ってね。温度は 26.5 です。 26.4。 ヒギー、ご飯食べてるの？そうね。ちょっとさ、それキレキレしていいかな。食べてるからいいか。ちょっとレオくん見てみよう。レオくんご飯食べてます。かわいい、かわいいね。じゃご飯食べてからキレキレしようか。うん、なんかね。レオくんはまだ若いのでおトイレの練習中です。ちょっとお水取っちゃおう。お水取って、おはよう。2ヶ月くらい経ってだんだん慣れてきました。お掃除中はお外で遊んでてもらいます。ワンちゃん2匹がレオくんを必ず見ていてくれるので一安心です。もう綺麗にしようね、ちょっと一気に。夜寝る前に牧草キューブをおやつとして与えているので、このように朝起きた時はですね、床がちょっと牧草だらけになってしまいます。必ず毎朝掃除機をかけているので、まあ、これはしょうがないかなと思うんですけど、ちょっとこれから
レオくんが話し飼いになってちゃんとトイレもできるようになったら部屋がもう少し綺麗になるのかなっていう感じです。この小さな掃除機はしょっちゅうお掃除をするのにとっても役立っています。ティギーちゃんは必ず近くに現れて何かしらお手伝いをしてくれます。大きな分厚いペットシーツをカットして使っています。だいたい2匹で月ペットシーツ代は200円ぐらいです。ウサちゃんのおしっこはすぐに石灰化してしまって普通の洗剤でなかなか綺麗に落とせないのでクエン酸を水に溶かしたものをもう準備しておいてそれで綺麗にするようにしています。本当に擦らなくてもすごく綺麗にピッカピカになるのでおすすめです。あとはとても、ダイソーとかでも売ってるのでもう多分1回買ったら一生分ぐらい薄めて使うことができます。レオくんの場合はご飯を食べるときにお尻がトレーの中からはみ出して食べていることが多いので落とし物もトイレの外に落ちてしまいます。で、基本的にトレーニングはできないので人間がどうやったらおトイレにしてもらえるかどうか試行錯誤をしてやっていくしかないんですけどもう少し大きな箱に変えてみようかなと思っています。これをこっちに移動してこれ使おうか。まだ全然綺麗だね。こうやってよし、こうしよう。こっち綺麗だもんね、全然。
べ過ぎちゃった。うん、ゆうちゃんいいから待って。ゆうちゃん、きれいにしてあげるから、また自分に。おさちゃんの種類によって違うと思うんですけど、よく毛が抜ける汗毛期は必ず毎日ブラッシングをして、毛づくろいをした時にその毛を食べてお腹の中で毛が溜まってしまわないようによくブラッシングをしています。でそれ以外は全くというくらいブラッシングはしていなくって、それでもお部屋とか洋服がうさちゃんの毛だらけになるってことは今起きていないので、結構清潔でびっくりされます。このゴミ箱は2日ぐらいのゴミを貯めたとしても全く匂いが外に漏れないので、とても気に入っています。ティギーちゃんは放し飼いでおトイレが完璧なんですけど、一番汚れるのが牧草キューブですね。ティギーちゃんは毎回どうしても iPad が気になってしまうようです。ほらご飯いっぱいあるよ、ここに入れすぎちゃったかな。いろいろなマットを試してみたんですけど、結局セリアに売っているこのふわふわのマットは牧草が絡まないので、とっても気に入って使っています。
ベタとグッピーにご飯をあげます。まだ飼い始めたばかりで水槽がごちゃごちゃしているんですけど、みんな元気にしています。ついつい可愛いので餌をあげすぎてしまうんですけど、それが良くないみたいなので今後は減らしていこうと思っています。グッピーの赤ちゃんたちにはパウダー状のベビーフードを1日3回あげています。最近はウーパールーパーを飼ってみたいなと思っているんですけど、なかなか見かけないんですよね。これもとても気に入っている空気清浄機です。ケージ入ろう。やなの。カムイ。カムイ。カムイだば。カムイ。カムイ。だば。おはよう。カムイ。Let's go。Let's 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 go。行かないの？社長。うん？どうかな？カムイ、レッツゴー。時間がかかりますよ。おいで。てっちゃんご飯食べてる。おいで。こっちのケージ入るわ。こっちの方が大きいから。いい？そうです。ほら。なんで？おいで。カムイ。カムイ、ザバ。じゃあこっちに乗ってもらおう。さあやん。サファ。こっちの中入りましょうか。この中にほら。このセーフケージも掃除しなきゃね。ちょっとここで待っててね。大好きなユリの花を飾りました。一通りお掃除とお水とご飯を交換したら、やっと朝ごはんのコーヒーが飲めます。ブリュッセルグリフォンのルビーちゃんです。ご視聴ありがとうございました。お気に入り登録お願いします。